渡辺助作王没後、市民の情罪を集めて、渡辺沖縄記念会館前の公園内に、建立された渡辺助作王像。像の作者は彫刻家、朝倉文氏。料亭や、個人所有だった、時は湖周辺土地を渡辺助作個人で購入し、宇部市に寄贈したことにより誕生した時は公園。渡辺助作は、日本の実業家、政治家。 宇部鉱山の前身大きの山炭工組合の創業者。旧姓、国吉。幕末の毛利藩長戸国船木裁判の小串村で、国吉京介の次男として生まれる。国吉家は、あぜ頭ながらも、名字立て分けを許された家柄であったが、祖父にあたる国吉東介が、周辺集落一帯を焼き尽くす火事を起こしたために、財産を失い、 また、明治維新以降他の氏族と同様に法禄を失ったことにより生活は苦しかったという。14歳で、父京介が他界したため渡辺家の家督を継ぐ。その後、岩国の陽明学者、東沢社の私塾で学び、教師を目指す時期もあったが女子中心の家族を養うため家業への専念を余儀なくされた。そんな助作を社会に引っ張り出したのは、先輩の林仙介氏で、 上上村古町役場用係の仕事を紹介した。5年の役場勤務を経て退職し、次第に炭鉱事業に手を染めながら村会議員、助役を務める。福原香る山の死後、1888年に、上たち総会が設立され、その委員となった。1897年、上高山の源流となる沖の山炭鉱組合を創業。 炭鉱経営を軌道に乗せると、埋蔵量に限りのある石炭を掘り尽くす前に、その富を無限の工業に転換しなければならないとの理念から炭鉱経営で得た資金をもとに、上新川鉄工所、上盆石所、上セメント製造、上窒素工業、上電気鉄道、新沖の山炭鉱などの企業を次々と起こし、また、教育機関や鉄道、道路、上水道、 公安等の社会基盤を整備し、上村発展の礎を築いた。1912年には、第11回衆議院議員総選挙で、衆議院議員に初当選し、その後4選を果たし、立憲声優会山口支部の初代支部長などを務めた。田中義一内閣の組閣時には入閣の打診があったが、大将のお志はありがたいが、今、 自分には地方に大事業を抱えているので、直ちに中央に出かけるわけにはいかないとして、大臣就任を断っている。1934年6月7日に、長平足と腹膜炎との合併症により浮きの山道人病院にすると、松岡洋介や菊山義夫等が交代で見舞いに、訪れたが、病状は回復することなく、翌月20日に他界した。 国別式と密葬が22日に行われ、思想が25日に行われた。思想の際には、市内の各会社、工場、商店が、慶長休業となり、会場となった、神原公園には2万人を超える市民が集まった。渡辺が起こした沖の山炭鉱、宇部鉄工所、宇部セメント製造、宇部窒素工業は、スケ作没後の1942年に合併して、 宇部鉱山となり、宇部市の経済を牽引していくことになる。宇部の炭鉱軍は、エネルギー革命の煽りを受ける形で1967年までに、すべて閉山されるが、その後も宇部市が、瀬戸内工業地域の一角として旧来にも増して、地域経済を発展させることができたのは、渡辺によるイノベーションの成功に寄与するところが、大きいと言える。 渡辺の功績を記念して1937年4月に竣工された渡辺沖縄記念会館は西日本で最も歴史のある音楽ホールの一つであり建築家村野東吾の出世作にもなった建造物2005年12月には国の重要文化財に指定され市民や国内外のプロ演奏家によって広く使われているありがとうございます